これはどうなってんの。完全に廃墟だよ。昨日今日ってものじゃないわ。もう何百年も経ってる痛み方よ。大火事があって灰になったってわけでもなさそうじゃな。静かに、誰かいるわ。リューク、リゾマータの公式の手がかり。あいつはカドスの喉笛のやつだ。リュークの連れだったとはな。あいつには聞きたいことあるけど、まずはエステルを。逃がしたか。あ、時間がない。残念だがこうなればもはややむを得んだ。アレクセイ、なんでこんなとこに。ほう、姫を追ってきたか。よくここが分かったな。エステルがどこにいるか知ってるの。何するんだよ。何の冗談だ、騎士団長さんよ。君たちには感謝の言葉もない。君たちのくだらない正義感のおかげで私は静かにことを運べた。古くは海賊アイフリード、そして今またバルバス、ラゴン、皆それなりに役に立ったが、諸君はそれを上回る素晴らしい働きだった。全く見事な道化ぶりだったよ。え？だがもう道化の出番は終わりだ。そろそろ舞台から降りてもらいたい。そういうことかよ。何もかもてめえが黒幕？笑えねえぜ、アレクセイ。騎士団長！もう一人の道化も来たか。フレン。騎士団長、なぜです？帝国騎士の誇りと言われたあなたが、なぜ謀反など。謀反ではない。真の支配者たる者の歩むべき波動だ。ヨーデル様の信頼を裏切るのですか？ヨーデル殿下。ああ、殿下にもご退場願わないとな。バカな。マイロード、準備が整ったようです。イエガー。ご苦労。では私は予定通りバクティオンへ行く。ここはお前に任せる。ヨーデルの始末もな。イエス、マイロード。待て、アレクセイ。逃がすかよ。トーサダン、邪魔するのならどきなさいよ。ユーたちのプリンセスもバクティオン神殿です。なんだと。早く行かないと手遅れちゃうわよ。アレクセイとイエガーを追え。はい。アレクセイ、許せん、許せんのじゃ。ユリ、僕らも。ユリ、ユーリ・ローエル、おとなしくしてもらおう。バクティオン神殿はヒピオニア大陸にあるそうだ。ヒピオニア？デズエールの東の大陸ね。エゴソーの森がある。イエガーの言葉を信じるもん。アレクセイも向かったってんなら、きっとエステルもいるわ。情報が少ないし、行ってみるしかないわね。なのじゃ、あの男、このままほっとくわけにはいかんのじゃ。どうしたの、パティ。そういえばあんた、アイフリードがどうとか言ってたけど、あの男が全ての元凶なのじゃ。あいつを倒せば、エステルも戻ってくるのじゃ。でも、レイブンは？エステルを渡して、どっかに逃げちゃったんでしょ？そんな、レイブンがそんなことするはずがない。現にエステルはさらわれちゃって、あのおっさんはいない。そう考えるのが、論理的でしょ？彼も捕まったのかもしれないけどね。とにかく、行くわよ、ユー。
ユーリ。フレン、ちょっと顔貸せ。わかった。向こうで聞こう。お前、何してやがった。騎士団で上に行って国を正すんじゃなかったのか。アレクセイにまんまと利用されやがって。ドンもベリウスもあの野郎のために死んだったのか。そばにいて全く気づかなかったのかよ。すまない。なぜだ。ヨーデルがアレクセイを信用してたからか。殿下は悪くない。すべてアレクセイを信じた僕の責任だ。ノードポリカでアパティアを欲しがったのもアレクセイの命令だからだろ。ああ。話せよ。何があった。もう元騎士団長殿に気を使う意味ねえだろ。ヘリオードの軍事拠点下にマンタイクでの住民迫害、キュモールの行動、さらに帝国で禁止されているブラスティアの新開発、全て騎士団長、いやアレクセイの命令だった。立派な騎士様になったもんだな。国への忠誠、大したもんだ。騎士団長、アレクセイは昔はああじゃなかった。君だって知ってるはずだ。正しいものが正しく生きていける、それがアレクセイの理想だった。だからこそ僕は。それで自分のやるべきことを見失うようじゃ世話ないぜ。エステルさらわれちまった俺も偉そうなこと言えたぎりじゃねえけどな。いや、それも元はといえば僕がアレクセイの本性を見抜けなかったせいだ。疑問を感じながらも騎士として命令を遂行することに固執してしまった。僕の思慮の浅さが今回の事態を招いたんだ。嘆くのがあんたの仕事なの。無礼だよ。いや、彼女の言う通りだ。エステリーゼ様は僕が救い出す。ああ、隊長、それじゃヨーデル様はどうするんですか。今殿下の身に何かあったら帝国は。その通りだ。だからこそ我が隊の総力を挙げてヨーデル様をお守りするんだ。ですが隊長は。頼む。ったく、俺はお前にそういうけじめをつけさせたくて怒鳴ったわけじゃないっての。それにエステルを助けるのは俺たちブレイブ・ヴェスペリアだ。なら僕も入れてくれ、ブレイブ・ヴェスペリアに。隊長、騎士がギルドにって、お前冗談きついぜ。親衛隊がエステリーゼ様を連れ去るの僕は阻止できなかった。僕には彼女を助け出す義務がある。やめとけって。お前にギルドは合わねえよ。けど一緒に来たいってんなら好きにすりゃいい。ユーリ。けど分かってんだろうな。ああ、エステリーゼ様を助け次第ヨーデル殿下の護衛に戻る。帝国を混乱に陥らせるようなことにはさせない。すまない。ソディア、ウィチル、ヨーデル様を頼む。できるだけ早くお戻りください。殿下にもそうお伝えします。分かった。ありがとう、ユーリ。お互いな。ちっと安心したぜ。久々にらしいとこ見れてな。アレクセイ、彼がヘルメス式の技術を持ち出していたのね。ああ、良くも悪くも一つに繋がったってわけだ。よし、バクティオン神殿に行くぞ。エステルとレイブンを助けてアレクセイのやつをぶっ飛ばす。了解。